グラニット鉄道はアメリカ合衆国でも最初期の鉄道で河口外をマサチューセッツ州のクインシーからミルトンのネポンセット川に面したドックまで輸送するために建設された。そこからはチャールズタウンまで船を使って運ばれバンカーヒル記念塔に用いられた。グラニット鉄道は特に制約なく一般輸送業者として運行できる最初の特許を得た鉄道であるため、 アメリカ合衆国で最初の商用鉄道であるとしばしば称される。最後の採石場は1963年に閉鎖となり、1985年に都市圏委員会がグラニット鉄道を含む22エーカーの土地をクインシー採石場保存地区として買収した。グラニット鉄道の地図ニューイングランド地方一帯を徹底的に調査した後、1825年にソロモン・ウィラードは クインシーをバンカーヒル記念東洋の石材調達場所として選んだ。多くの障害や遅延に直面しながらも、1826年3月4日に、その線路用地を確保するための土地収容の権利付きで、鉄道の特許を得ることができた。実業家で、衆議会議員のトーマス・ハンダシド・パーキンスがこの、グラニット鉄道会社の資金調達を準備し、過半の株式を所有し、 そしてその社長に任命された。鉄道パイオニアのグリッドリー・ブライアントがこの鉄道の設計と建設を担当し、1826年10月7日に運行を開始した。ブライアントはすでにイングランドの鉄道で使われていた技術を採用したが、より重く集中した荷重に対応し、また3フィートの深さに及ぶ土壌凍結に対応するための改良を行った。 この鉄道は採石場からネポンセット側まで3マイルの距離を走った。貨車の車輪は6フィートの直径があり、すでにイングランドでは蒸気機関車が20年余り使われていたのであったが、こちらでは原因は馬が行っていた。レールは木製で表面に鉄の板が張られ、機関は5フィートあり、8フィート間隔で設置された石材製の枕木の上に置かれていた。 1837年にこの木製レールは花崗岩でできたものに交換され、これもまた表面に鉄板が貼られていた。1830年にパインレッジ採石場から84フィート下の鉄道の高さまで花崗岩を搬出するためのインクラインと呼ばれる区間が建設された。貨車は315フィートの長さのインクライン区間をエンドレスのベルトコンベアによって上下した。 このインクラインは1940年代まで運行が続けられていた。この鉄道では分岐器転車台、2つの台車を備えた車両など、いくつかの重要な発明が導入された。ブライアントはこれらが全体の利益となることを考え、発明に対して特許を取得しなかった。この鉄道の新規制は、ボストンからの観光客を引き付け、 この革命的な技術の直接の承認となった。有名な訪問者としては、ケンブルは1833年に訪問した時の様子を日記に残している。グラニット鉄道はアメリカ合衆国でも初期の鉄道死亡事故が発生した場所でもある。1832年7月25日、キューバからのトーマスアッ事故は、石材は、 住んでいないが4人の観光客を乗せていた貨車がインクラインを下っている時にケーブルが切断して起きた。乗客は35フィートの崖から放り出され、アチュアスは死亡し他の3人は重傷を負った。1871年にオールドコロニーニューポート鉄道がグラニット鉄道の線路用地を買収し、これを当時の技術の線路に敷き直して、 蒸気機関車牽員の列車が加工岩をネポンセット、川の端けに積み替えずに直接採石場からボストンへ輸送できるようになった。オールドコロニー鉄道となった、このクインシーからミルトンまでの区間は、後にニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道に吸収され、その後廃止となった。20世紀初頭の時期には、かつてのグラニット鉄道のインクライン区間のレールの上に金属材が敷かれ、 ケーブルをを使っててトラックが底を上下していたグラニット鉄道のインクラインは1973年6月19日にアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録され、鉄道自体も1973年10月15日に登録された。1926年に設置された100周年の記念プレート、当時の分岐器のフロックの部分、線路の一部、上部構造物の一部などが、 週刊高速道路93号線がイーストミルトン広場の下を通過する部分の上の庭園に設置されている。このフロックは1893年のシカゴ、バンコク博覧会において展示された。この記念展示は、鉄道がネボンセット川に向かってミルトンを通過していたおおよその位置に置かれている。クイーンシーでは観光客が鉄道とインクラインの痕跡のある場所を歩くことができ、 この遊歩道は採石場までと続いているが、現在では安全上の理由によりボストンのビッグディック、高速道路計画によって発生した土砂を使って埋められている。かつてはこの採石場に転落して多くの人が死傷している。マサチューセッツ州の当局は、クインシー採石場保存地区として、ロッククライミング施設やグラニット鉄道の跡地を結ぶ遊歩道を管理している。ミルトン。 アダムスのセントラルアベニューから、週刊高速道路93号線のクインシーの、オーバーパス近くのテイラー通りまでの2.5マイルの、区間は、公式の線路跡の自転車、歩行者用遊歩道となっている。ボストン港近くのキャッスルアイランド近くまで遊歩道を伸ばして、つなげるため、最終的に8.5マイルになる予定である。他の通りと交差している場所では、マーカーの入った、 加工岩のブロックが使われておりありがとうございます。